高速え三方鉄砲三方鉄砲通行止めってなってた幸いどないしたどういうことや大雨の影響出てますね阪神高速も受け座線入りました通行止めの情報やねこれ聞こうえ今通行止めの情報を言おうとしてたら ETC のアンテナ反応して消えてもうたやんピポーンって言って何よ何があった阪神高速三方鉄砲災害通行止めしか書いてなかったけどどうしましょうか三大線回って帰ろうかわあ大阪空港もなんか水浸しになってるな新幹線で
川はまだ大丈夫そうですね。淀川も結構水位上がってますけど、まだ大丈夫そうです。いつも玉出で降りてますけど、境線で湾岸乗り継ぎするんで、そのまま終点まで行きます。終点っていうか途中でね、境の出口で降りますけど、湾岸線行くところもちょっと出たからね、粟田のところが大渋滞してたんで、雨もあってね、雨もあるし工事もやってるんでね、あそこよう混むんで、いつも以上に混んでましたね。こっちで来ると渋滞がほとんどなく乗り継いできます。ただね、ちょっと一般道走らないとダメなんで、あれですけど、時間で言ったらどうなんやろうね、どっちもどっちぐらいかな。ただ渋滞せずにスムーズに今日は行けてるんで、こっちもね、境線も湾岸線もどっちも渋滞してるんや、なったらもう湾岸線おとなしく渋滞並んでましたけど、境線が空いてるって情報出てたんで、こっち回っております。お、終点の手前にこの左側に境っていう出口あるんで、ここで降りてもらうと湾岸線に乗り継げます。このまま真っすぐ行っちゃうと国道26号線に入るんで、境で降ります。乗り継ぎ券ってね、これ ETC じゃない人はここで乗り継ぎ券もらわなダメなんですけど、 ETC ついてるんでそのままスルーで大丈夫です。結構水溜まってるやん、右の方。あとはもう上に看板書いてくれてますんで、大浜入り口まで 2.2 キロです。ここですね、安井町の交差点右に曲がります。ここ右曲がってずっとずっとまっすぐ行ったら湾岸線の入り口に行きます。
チンチン電車です。横断します。止まってましたね、1台。え、あの車何やってるん？バック、バックすんなよ、そんなとこで。そこ右曲がられへんやろ、あんた。バックすんなって。危ない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 って、あいつ。いや、右折禁止ちゃう？そこ右折禁止ちゃう？ほら、一方通行やで、向こう一方通行ですよ。入ってった、一方通行入ってった一方通行入ってったよ、今の。はい、そしたら阪神高速の看板が出てきたんで、それに従って行きます。反対車線むっちゃ混んでるな。湾岸線が渋滞してるみたいなんで、大阪市内向き、それでみんな乗り継ぎで降りてるんでしょうね。乗り継ぎです。横の大阪臨海線は混み合ってますね。湾岸線はどんな感じや。もうここまで来たら大丈夫か。3分も抜けてるしね。また結構降ってきたよ。まあ、ここも結構水位が上がってますね。浜寺運河も結構水が上まで来てる。はい、そろそろ着きますんで、この辺で終わりたいと思います。多分駐車場で濡れると思うけど、早く帰ってお風呂入ってビール飲んでゆっくりしよう。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。